皆さんこんにちは。本日はガラス産業連合会の狐塚会長のお話を伺うことになりました。狐塚会長はガラス産業連合会の加盟団体であるガラス繊維協会の会長を務められておられます。狐塚会長、本日はお忙しい中、ジック環境広報部会のトップインタビューを快く、お受けいただいて誠にありがとうございます。私、本日インタビュアーを務めさせていただきます環境広報部会の委員をしております北岡でございます。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ガラス繊維との出会いということになりますとですね、たまたま私自身が大学生の頃に無機系の、硫酸カルシウムなんかを使うような卒論なんかやってた関係もあってですね、当時ですからのんびりしてたんですけれども、先生がお前卒業どうするんだっていう中で、ガラスの組成みたいなことをやってみたいと、こんな話の中でですね、先生が紹介していただいたというのが、きっかけになりまして、それで会社入るまで、ガラス繊維ってのはあまりよく知らずにですね、どちらかと言いますと、当時ですと若い人には光ファイバーみたいなものが少し有名になりつつある中で、会社に入って初めてガラス繊維と携わることになったというのが、きっかけでございます。で、私今年で会社生活ちょうど42年になるんですけれども、そのうちそのガラス繊維ずっとやってるわけですけども、ガラス繊維はですね、大きく分けまして、先ほど光ファイバーって話をしましたけれども、当社がやっておりましたのはですね、いわゆる長繊維といわれる長い、繊維って書くわけですけども、これは化学繊維と同じようにですね、連続した糸を取るわけですけども、主にプラスチックの強化に使われるものと、それからもう一つは短繊維と、短い繊維と書きますけれども、これは綿菓子と同じようにですね、よく縁日なんかで皆さんがお目にかかるあれと同じ工程なんですけど、吹き飛ばした細い繊維を作ると、これが単繊維と呼ばれるものですが、2つガラス繊維があるわけですけども、私が携わったのはその長繊維というところに、42年間の中で、26年ぐらいそこに携わっておりました。で、その後5年ぐらいコーポレートということで経営企画とか、そんなことを携わって、残り10年ぐらいはですね、実は社長になって初めてその単線にと関わるようになったと、こんなのが私の経歴なわけです。で、そういう意味で振り返ってみますとですね、やっぱり挑戦というのはですね、面白かったなというふうに思います。会社入ってみましたらですね、当時の先輩がですね、ガラス繊維ったら夢の産業だぞと、こういうことをこうおっしゃってたわけですけども、それがですね、実感として技術者としてですね、ガラスの組成やりたいとは言いながらもですね、実際にはガラスの組成もやりましたけれども、それ以外にですね、化学で言えばポリマーであるとか、そういった知識も要求されましたし、非常に面白い仕事をさせてもらったなというふうに思っております。で、特にですね、私が中心にありましたのは、熱可塑用のガラス繊維というのを中心にあったわけですけども、これは主に自動車産業の成長と同時にですね、いろんな要求がありましてですね、それに開発に携わると、こんなことからですね、ある意味では日本の自動車産業が世界、今、トヨタさんがですね、世界一の会社になりましたけども、そういう会社の成長を支える裏方の仕事としてですね、やってこられたという意味で、非常に日本の産業の発展にも寄与できたのかなというふうに思います。それからまた当社は当初外資系が一部入ってたわけですけども、これが90年代に外資の株主さんが亡くなってですね、国内の単独の会社さんの子会社になったからですね、今度は逆にこういった我々が開発を作っているような商品をですね、世界に売っていこうと、こういうことで、ヨーロッパとかアメリカの大手の化学屋さんにですね、売り込みに行くと、こんなことがこうできました。そういった意味では会社生活の中で国内中心でこうやってきましたけれども、一方ではそのグローバルのビジネスということにも携わることができたなと
まあ、そんな形で非常に朝鮮というのは、まあ、厳しい時も辛いこともありましたけども、どちらかというと自分のまあ視野が広がったという意味では大変エンジョイできた時かなというふうに思っています。それからまあ後半の方で、まあ、特に社長になってからまあ単線位ということで、グラスウールと言われるものですけれども、まあ、このビジネスについてもですね、やはり省エネということに大きく貢献できる産業でありますんでですね、地球に貢献するんだと、やはり世の中に貢献していくんだと、まあ、こういう産業に携われていると、まあ、こういう意味で非常に楽しみながら仕事をしているとということで、まあ、ガラスに携わって私の人生はですね、比較的技術屋としても楽しい人生だったなと、まあ、そんなふうに思ってますけども。